地下は江戸時代の大官。地水家。稲氏の親族。青年不明。三河国出身。通称は昭右衛門。稲忠春に仕え、江戸川改作の治水事業や省内領の神殿開発に貢献した。昭流寺を混流し、1668年に死去した。日光成海道川口宿石山近辺に住居を構え、晩年沸かす。 壁宿付近の上吉間放手下で過ごした。今、ただ春の利根川当選事業の一環として、下佐国籍宿下佐国金杉、下佐国省内領放手花にかけて利根川の水を、庄内古川の浸水路に引き込む工事を18年かけて行い、現在の江戸川上流部の基礎を築いた。街頭周辺地域は、古来より水はけが悪く、正さは利根川の水を、 庄内古川に注ぐべきだと、稲忠田田春に進言したと伝えられている。工事の結果、江戸川の水運が発達し、関宿から江戸へ、流れ山のみりんや野田の醤油などの物資輸送が活発となった。皇室や将軍家への御用達品が数多く江戸へ送られた。明治時代中期に東部の打線が開通するまで、当地域では水運が主要な流通機関となった。 小龍寺、小島松永門後現在でも、小島正重の子孫が、春日部市、上木妻や、水門、金崎地区に居住していることが判明している。ありがとうございます。